まあ、勝ちゃいいんだよ。世の中勝ったもん勝ちよ。諦めなかったやつがいいんだ。どんな勝ち方でもいい。おし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 よし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 よもう今回からちょっと全部使えるような感じ。あのでもまたわらいるやん。勇敢なわらの戦士たちがいてくれてるんで。あ、でももうこれは分かったわ。だってもう5000あるもん。いや、そんな単純じゃこれやん。そんな単純じゃない気がするけど、名前いいんじゃない。あ、でもこいつら前、えここの方がいいのかな。まあまあ動くよね、どうせこいつらも動くし、うん、これも動くやろ、この前に動く。じゃあ前いたら邪魔かな、この辺にしないと。はいはいはい。え、でも待って、ただまあ置いてみたらいいんじゃない一回。え、でもここに置いてさ、うん、こいつらやられないかな。ああ、その銃撃った時に。じゃあこいつのやつで。いや、うわ、回転の銃でしょ。そういや、わかんない、やってみないと。それはどっちがいいかな。でもなんか後ろがいいような気がする。こいつらだって行くしね、前に。で、あと1000でしょ。あと1000って、まあもうほんなこいつやな。雑に行ったな。雑に言ったな。こいつ、いや、何雑じゃない、その馬で、うんうん、この前をかき乱す、とりあえず、はいはいはい、でかき乱してる間に光栄がこう前に詰めてって、うんうんうん、もう最後はあのダヴィンチでも。ああ、なるほどね。じゃあ一網打尽行ってみましょうか。はい、行きましょう。最後、さあ、馬いった。え、全然かき乱してねえじゃん。え、すぐやられた。弱っ。びっくりするぐらいかき乱してねえじゃん。でも後ろでは良かったのかもしれないな。あ、ただだいぶやられてるけど、これどうだ。キングいるな。おお、何それ何それ、動いてるな。その動きやったか。あー、これキングがめっちゃいるな。キング2体いんのか。キング2体だな。あ、でもあー、どうだ。いや、さすがにいるじゃないか。いけるやろ。いけるわこれ。おお、いったわ。え、いけたんじゃん。勝ったよね。勝った。意外とあっさり。ここはだってね、うわ、やばっ。雑にキングだけ並べて、もうめんどくさくなってんやん。すごいな。もうめんどくさくなってない、考えるのはね。うーわ、キングだらけ。何兄弟。あ、ちょっと小さいのいる。ちっちゃいのいるな。ちょっと小さいよ。何兄弟よ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16?16人兄弟いたのね。16人の王が揃ってるよ。分かった、これで一番最後に残ったやつが王を継承する。いや、全員ぶっ倒さなきゃいけねえんだよこいつ。ドミノみたいになるじゃんこれ。すごくない。え、でももう決まってるから。あ、でも銃しか使えないじゃん。え、もうまた。嘘でしょ。なんでこいつ使わせてくれないのよ。銃しか使えない。え、でも8000あるぞ。これ配置しなきゃいけないんだ、またうまいこと。うわ、これまた難しい。でもやっぱ時間差じゃない。だってこいつに撃つでしょ、銃は、まあ、ね、一番前のやつに撃つでしょ多分。で、一列に並んでるから、そのなんていうの、あんまこういっぱいバーってここにもしやっても、うんうんうん、こいつ全員がここ狙っちゃうんじゃない。なるほど。でなんか後ろがもう、で、ここが、はいはいはい、なんていうの、次のリロードしてる間にもう来ちゃうから。ということは、っていうことは、向こうがキングで列を並べてるということは、こっちも銃を並べていけばいいんじゃないか。あ、いいね。いいんじゃない。すごいな。え、そこまでいけるんだ。なんかいけた。森の中まで入っちゃってんじゃん。ちょっと待って。こいつ、なんか中まで行っちゃった。こいつ、なんか見てこれ。左足がでかい。本当だ。腫れてる。右足ね。あ、右足だ。肩に銃置かれてるし。てか、なんかちょっと銃重なりすぎて前のやつに当たんないかな。ちょっと痛いんですよ、その肩に置かれたらみたいなこと。ねえ、前のやつに当たんないかな、これ銃撃った時。当たんないよ、大丈夫。大丈夫かな、こいつ、ほら。もう思いっきり肩をマッサージされてる。ブブ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 ブ
すごいな。いやもうすごいな。うわうわ、ちょっと待って、頭今なんか曲がって、ひし曲がってるやついなかった？後ろのやつの銃でちょっと切れてんじゃん、ほらめちゃめちゃ睨んでる。何すんだよこいつって。おめえ様じゃ下げんじゃねえぞつって、いやでもここちょうど起きやすかったから置いたんだよつっていじめられてや、喧嘩になる喧嘩に、かわいそう。結果だこれ。まあまあ、さあ行ってみましょう、さあ一回スローモーションにしてどうなるか気になる展開。こっち微動だしな。あ、おー、撃った撃った、おお、すごい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 。え、そんななんの、うわ、ドミノみたいになった、本当に。あ、でも、うん、自分たちには当たってないね。で、まだ後ろのやつ撃ってない、後ろ半分撃ってないから。おー、すごい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 。おお、後ろの半分がまだ距離が足りなくて撃ってないから、だんだん前に来てますから、まあね、これスローモーションしてみるとすげえ楽しいな。おっと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 、おー、すげえ銃が入った銃が入った、あー、当たった、うわ、当たった、すごいすごい、あー、すごいすごいすごい、貫通してんだな。おー、いい感じになってるんじゃないこれ。でもまだ全然、いやでも全然効いてないよ、最初の前の2体しか。おー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 、いや全然効いてない全然効いてない。あとはリロード、うわうわー、あーあー、もう陣形崩れたらもうとんでもないことだねこれ。あー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 あっちゅう間にこれ、ああ、いや強っキング、あ、もう子供が今吹っ飛んだ、あ強すぎないこれ、やば、ここ苦戦しそうだな。待って待って、じゃあ分かった。え、でも多分こいつらも一番近いやつにこう狙ってくるから、うんうんうん、やっぱこう一直線だと一気にバーッといかれちゃうから、うんうん、こう散らさないとダメなのかも。結局どういう感じしようかな。あんままとまっちゃうとこう一振りで一気にザシュって3人ぐらいやられてるとかさ、なるやんこいつの攻撃で。まあまあまあ、だからある程度距離を空けつつ並べないといっぺんに倒されちゃうっていうか。なるほど、だからちょっとこう均等に間を空けつつこう並べるのはどう？いいんじゃない？まあ、いろいろやってみたら、キングしかしめちゃくちゃ強いな。強い。あんなもう子供に対して大人がガチでぶん殴りに行ったみたいな絵になってたじゃん、あれ。こいつ指導するやつね。切り株の上乗せてるやつね。そう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 。あいつが指揮を取ってる。まあ、好きやな、切り株のせんの。あいつが指揮を取ってるの。あいつが指揮取ってるの？うん。全体の。嘘。ほんと。よし、これでいけっかな。ちょっとまんべんなく、さっきとはちょっと違う陣形ね、まあまあまあ、ちょっとまんべんなく散らして頑張ってみましょうか。どうなるか。え、じゃあスローする必要ある？いや、どういう展開になるかな。おお、意外と意外と、どうだ、でも近づいてってるからね、どんどん届かないね、だから後ろはね。あー、でもあ、でもでもさっきよりは、うわー、てか全然知らねえ、ほんと知らない。3体しか死んでねえ。打つまで、あー、当たってないか。でもさっきよりはまだマシよ。あ、まあ、さっきよりはまだマシか、確かに。バラバラになったことで。そう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 。いや、強いな。いや、めちゃめちゃ強くね。もう銃が吹っ飛んでるもん。強っ。うわ、あ、あ、なるほど、そうか。何、ちょっと何よ。このゲームには必勝法がある。わかったぞ。すっごい腹立つんだけど、何キングをなんか攻撃した時にすごい勢いで切ってきてたじゃん。あー、端っこに置いて落とすってこと。端っこに置いて落とすっていう作戦はどうよ。あー、じゃあなるほどなるほど、全員ね。そう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 、まあ、全員そいつらは落ちないかな。いや、まあだからギリギリのところに置いて、そのこういかないかなと思って、だんだん狙っていくところに対して、ちょっと置いといて前の方にね。そうそう、で、なんか後ろに、後ろにも置いとく。はい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 、なるほど。あ、それやったらいけるかも。意外といけるんじゃないか、こういう感じで。はいはいはい、この陣形どうよ。
意外といいかもな。意外といいかも。前狙ってくれるからね。そうそうそう。とりあえずは。落ちないかなと思って、あの勢いの切り方で。そうね。じゃあ見てみましょう。確かに。さあどうだ。いやーでもお前らまで近づいたら意味ないんじゃないか。これ意外といけるんじゃないか。勢いよく切ってくれたら落ちると思うんだよ。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、いいぞいいぞ、落ちる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 、引いて落ちたな。オッケー、3体落ちた、3体落ちた、オッケーオッケー、落ちた落ちた、いけるか、どんどん落ちる、どんどん落ちる、落ちた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 けど登ってきてる、登ってきてんだ。え、死なないの、嘘。まあでも分散はできたか。分散はしてる、分散してるね。とりあえず真ん中のやつをさ早くやっちまわないと、もう下からどんどん登ってきてる。あ、でもなんか死んでるやつもいるな。あ、でもまた落ちた。オッケー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 。あ、でもやばいな。あー厳しいか。いやーまずいな。あっちなんか引っかかってんな、一人手前で。いやもうすごい絡みついてんじゃん。あー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 あああとこいつや。OK か、でもこれこの辺とかさこうやってまあ一回これでやってみたらさ、なんか変わるかもしれないじゃん。で、ちょっと一応中央に置いてみて、うん、はいはい、これでどうなるのよ。え、一匹落ちた、一匹落ちたな。え、おー、OK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 
ナイス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 。いやーでも落ちきらないな。川に落ちきってほしいな。川に落ちきて、いやー登ってきてるな。落ちきらないな。ここめっちゃ苦戦しそうだな、マジで。こいつは？え？いなくなってみる。落ちたんじゃない？負けてし、いつまいかしかも。あ、てかさ、何？自分で操作してさ、うん、その木の上に置いたらさ、狙ってきてさ、落ちんじゃないかって。私もそう思った今。いや、まあ自分で操作するかはさておき。いやでも降りちゃうから勝手に。え、でもこの位置で届く距離だったら降りないと思うね。あ、こいつらに弾が届く距離やったらこいつ動く必要ないの、うん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 、でここやったら、うん、ここなら多分降りちゃうのよ。でもこの木だったら、じゃあもうそいつ1体だけでいいんじゃない。え、他に大きすぎちゃうとそっちにヘリとか向くから、もうこいつ1体だけでいいんじゃない。なんでこいつ1体で落ち、こいつ1体を狙って、もうそしたらそのまま他に全員落ちていくじゃん。だけどここに置いちゃったら中央に走ってて、とりあえず置けるだけ置く。いや置かなくていいと思うよ。なんでいいんじゃない、多分一体だけで。うそ、要はそこに置いて狙わせるんだったらもう一体でいいんじゃない。じゃあやってみて。落ちる。いや、こいつが動かなかったよ。だから分かんないから何体か置くんじゃん。一匹が落ちるかなと思って。いやだから自分で操作すれば落ちないから。まあまあまあね。うん。あいつ動かん。動かないな。落ちんじゃないの、これで。ほら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 、いいんじゃねえか。大暴走。ああ、大暴走、大暴走。おお。おお、いいんじゃない。そこそこ落ちてるな。そこそこ、ああ、でもこの。これでも登ってきた後、あ。あ、やっぱ操作しないと落ちるね。こいつらがこっち行っちゃったからね。ってことはさ、ここに置いといて、うん、こっち来んじゃん。多分永遠に同じ動きし続けると思うのよ。まあやってみたら。で、永遠に同じ動きし続けるから、もうそのうち全滅すんじゃねえかなと思って。一回操作してみたんじゃない。うん、落ちていくんじゃないの。ギリギリまでいたら落ちんじゃない。何の時間落ちてもいいんだよな、これ。落ちてくれ。あー、やっぱでも登っては来てるんだよね。でもどんどん落ちていくと思うんだよ。ほら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 、永遠に同じ動き繰り返すから、なんかでも挟まって、あ、ほら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 、これで落下ダメージどんどん、あ、落ちる落ちる。
ほらもうこれでどんどん数減るの。何匹結構いるな。あと3匹か。あと3匹だ。よし、与えれる分は与える、うん、ちょいちょい与えながら、まあ、こっそりやり方だけど、まあ、勝ちゃいいんだよ。世の中勝ったもん勝ちよ。諦めなかったやつがいいんだ。どんな勝ち方でもいい。おし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 よし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 よ。いやーこいつあいつめめめ悪いなー。もういいって。えダメージを食らってるかもわかんないもんね。硬すぎる。食らってるからもう歩けなくなってきてね。そういうモンハン的な要素あんの。ちょっとまだ足引きずってんじゃない。ランナー歩いてるけど食らってんのか。ねえ、おっ、いったか、いったんじゃないか。よし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 。これはすごい実績のロックを解除しましたね。よっしゃ、ほら一人で勝てたぞ。やば。いやー突破したわ。なんと、コスト3000でこの量相手すんの。やば。ここ難しそうだな。え、さあどうなるかって感じだね。いや、ちょっと多くない？弓？多いね、弓がいっぱいと、なんかこう盾と槍のやつ。こっちは盾か。ここにもいるじゃん、バリスタが。バリスタいるね。うわ、バリスタきついな。コスト3000しかないからね。ちょっと画家にヘイトを集めてもらいつつ、うん、もらいつつ、どうしよう。こっちが多いから。うん、とりあえずこんな感じで一旦様子見ない。一旦様子見ない。どんな感じになるかよくわかんないからさ。あ、まあ、確かに。じゃあ行くよ。はい。あーでもハルバード結構強いね。あーやっぱでも降りてきちゃうね、どうしても下に。そうね。でも屋根の上のやつはね、屋根の上のやつは大丈夫だけど。あでも降りちゃう。あーでも降りちゃうね。やっぱ降りちゃうんだよね。ハルバードもう死んでない？死んでますね。全滅してんな。あとバルーンアッチャーだけになってない。ああ、ああ、もうやられた。もう終わるなこれ。ああ。え、強っ。ここ難しいな。え、むずいわ。ここさっきのような卑劣戦法無理だからな。いや、いけるよ。いける？卑劣戦法するじゃん。おう、ちょっとこれ動かせない画面。ここよ、ここ。ここに何を置くかやな、もう画家？なるほどな。その発想なかったわ。何体か置いとかないとね、多分こいつらも落ちちゃう可能性があるのよ。それこそまた俺がさっきやったように操作しないっていう方法だよね。まあそうやね、それをするか。ね、挟まるかなと思ったんだけど。あ、なんか上に乗ってるな。でもあ、でもこいつ挟まってるな、一匹。ちょっと一回これでやってみてよ。あ、降りちゃうね、やっぱり。あ、でもほら、何か挟まってるやろ。挟まってるな。え、あいつらジャンプとかできないから、多分。あ、でも落ちてきちゃうな。もう一匹落ちそうなってない。幅折りになってるけど。でもこいつ、左のやつ絶対落ちないでしょ。なんかでも楽しそう。だってもう見て、うん、楽しそうだね。高みの見物やん、もう。え、なんか絵を描いてそう、本当に。じゃ、待って、敵どうなってるか見てよ。え、敵？え？え？え？引っかかってる。こっちに引っかかってる。アホやな、あいつら。まさかの。そこに？あ、ここにいるからか。生き残っちゃったからだ。変に。
ということは、やっぱり一匹でいいんだ。あ、さっきの挟まってるやつ置いておけばよかったのに。これうまいこと挟まるんかね。うまいこと挟まるかな。あ、もう挟まったんじゃない。ああ、挟まってんじゃん。ほら。足ブルブルしてんな。めちゃめちゃ痙攣してる。痙攣しますね。うまくいくのか、これでも。でもさ、無理じゃない、この方法だと。ああ、そこに引っかかると無理だな。っていうかさ、バリスタがいいんだよ。うん。バリスタがやれないんだよ、ここでだと。そうか。あ、でも何人か来てるな。あ、でも、落ちない、川に。あ、バリスタに撃たれた。うわ、届くの、ここまで。届くみたいだね。やば。ここも岸に置けばいいんじゃないか。ここに置けばいいんじゃないの。ここに。ここに置けばいいんじゃないか。でもそこに置いたってまたさっきみたいに壁で引っかかるんじゃない。え、だから画家一匹ここに置いて、そいつを操作する。あ、まあ銃でもいい。操作を、こいつを俺が操作する。うん、で他で戦ってもらう。なんて言えばいいかな、その勝手にな、なんかそのバリスタとか、うん、あの辺は別動隊に片付けてもらう。はあ、はあ、普通に戦ってもらう。これで戦ってもらおう、彼らに。でそのでこいつを使っておこう。で、ここで待っとこう。でもうどうなるかだよ、あとは。中央ひたすら待つ。ひたすら待つ時間よ。だってもう、おお、バルーンアーチャーが。もうバルーンアーチャー。え、バリスタも飛んでこなかった、こっちに。飛んできてる。あ、違う、あれバルーンじゃん。うん、だからもう中央の位置がどうなってるかわかんないけど、もう一回これで待機して、見ようかなと。でも最悪、あの、バリスタは全部片付けてくれてるということを信じて。でも戦況見えないからどうなってるか分かんない、ね、いつまで待てばいいのよ、これ。でもそのうち分かってくんじゃない。こっちに来たらもう中央の部隊は全絶滅したってことだよ。どうなったんだろう、今これ。どうなってんだろう。あ、でも行ったら落ちちゃう。いや違う、一回さ、あ、こいつ以外死んでる。一回どうなったか見てみよう。どうなってたか見てみようと思って。あー、やっぱ普通に戦ってる人たちは、まあでも割といい線いってたっぽいな。え、これ勝っちゃうんじゃない。勝っちゃうんじゃない。勝ったじゃん。勝ったじゃん。え、なんでさっき負けたの。え、勝ったじゃん。あ、普通に采配が良かった。さっきのわけわからん作戦何やった。普通に采配が良くて勝てた。え、でもさ、うん、でもさっきも同じ感じだったけど、さっきは負けたってことは、さっきは負けてたのよ、こっちが。何だったんだろう。だからね、運も実力のうちって。まあでも、良かったんだね、この配置が。ってことは。さっきは負けてるけどね。さっきは負けたけど、配置的に刺さることもあったんだ。そうだね。なるほど。まあめちゃくちゃ苦戦しましたけど、今日はこの辺でいいんじゃないでしょうか。あんなクリアな仕方すると思ってないよね。まあだろうね。特に最後の今日やった3個目のコースだっけは想定外だったね。あんなに試行錯誤やったのに普通に采配良くて勝てたっていうオチね。私はやっぱあの1体で勝ったやつよね。あの粘り勝ちね。あの粘り勝ちね、よかったね、あれはね。うん、やっぱ根気よ。男見せたね。あれは根気がちやね、もう。編集大変そう、これ。
ということで、はい、本日もご視聴ありがとうございました、はい、また次回の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。